薩摩金山像は、鹿児島県市木串木の市の下13,665にある串木の金山の跡地を利用した、金と焼酎をテーマにした、観光施設。行動を使用した、酒造施設とロッコ列車の軌道と、駅観光行動行動で熟成される芋、焼酎行動観光の用水池串木の市に本社を、置く、焼酎メーカー、浜田酒造が運営する。 2003年9月に閉園したゴールドパーク串木野の跡地を市の要請を受け、浜田酒造が薩摩金山像として2005年4月23日に再オープンさせた。テーマを薩摩に絞り込み、江戸末期から薩摩の財政を支え、明治期に日本の石を陰で支えてきた金山と500年の歴史を持つ焼酎を語ることで、薩摩を語る場として整備された。 ゴールドパーク串木野の施設は開園当時流行していたポストモダンだったが、薩摩金山像は和のデザインで処理されている。2005から2010年で延べ100万人が訪問した。串木野鉱山の西山港が観光用行動として見学できる。ゴールドパーク串木野で使用された観光行動用のトロッコ列車は、プラットホームなどのデザインを一部変更して、 そのまま利用されている。行動の一部は、焼酎の長期熟成貯蔵庫に転用され、1000リットル入りの容器に原酒が数多く収納されている。ゴールドパークく式の時代から実施されていた一般顧客から少量で、メッセージ付きの焼酎を預かるサービス、お預かり焼酎も継続されている。行動の一部には醸造設備も設置され、伝統的な亀、亀仕込みの様子や、 焼酎の製造に関する展示も数多く設置されている。一方で、最高や運搬に関する展示は削減された。旧大イイトコや巻き上げ機、鉱石運搬列車などの展示は残るが、交付を使用した作業風景の再現については大幅に整理され、大きなイメージ転換がなされている。観光行動は16層あった構造のうちの2層目に位置する。 一層目から鉱石を滑り落とす車高が見学コースの一部に残されている。三層目以下は水没している。行道の醸造所では、米麹に水と酵母を加え、発酵後に、さつまいもを投入する通常の二次仕込み法ではなく、同時に仕込む江戸機の、どんぶり仕込みを採用している。上流装置も江戸以前に使われていた、カブトカマ式上流機を新しく復元して採用した。 当時は2005年に3名の女性を新規に採用して、女性の感性を活かした古式焼酎作りに挑戦した。敷地内に造園された小川の流れに沿って、食事所、ホタルン、焼酎と関連商品を販売する、蔵の中店、焼酎のラベル貼り場、シーンコーナーなどがある。トロッコ列車のプラットホーム前では、古式の金山時代の資料や模型も展示されている。 近郊道からの光線水を利用した、当時の湯という入浴施設が設置されたが、2010年6月に当時の湯は本格的仕込み蔵建設のために閉鎖。2012年からは敷地内の専用の設備で、サッシュ正宗の銘柄による清酒の醸造を始めた。鹿児島県内での日本酒の醸造、生産は1972年以来40年ぶりとなる。 経験のない生種生産の挑戦は得られた技術を焼酎作りに生かすためとされる。準備のための研修は1996年により中部地方のある蔵元まで行って習得し、微生物管理、特にもろみに対しては学ぶことが多かったとされる。この日本酒は鹿児島県内の海の販売で販路や販売量を拡大する予定はない。酒米に、 つくしほまれを使った濃厚な味わいの純米酒と山田錦を使ってフルーティーな味わいに仕上げた純米銀醸酒の2種類を製造する。串木の金山時代の遺構は金山村の南側の山中の山腹を走っていた鉱山軌道に沿って海岸近くまでにわたって発電所や排水場、インクライン設備、トンネルなどが残されている。ありがとうございます。